北海道でヒグマの出没が相次ぐ中、内江町では猟友会が苦情を拒否しています。報酬の低さが理由で、日当8500円では高校生のバイト以下と訴えています。このため町民は住宅街でのヒグマ目撃を不安視しています。半数以上の目撃情報が親子連れであるため、住民は遭遇への警戒を強めています。栃木県大田原市の斉藤藤代市議が、小学生の娘の学校検診結果に不満を持ち、学校医の男性医師に強いクレームを入れました。そのため医師は学校医を辞任、後任が不在の状態です。市議会は対応を協議中です。斉藤市議は反省を表明しています。相馬健一市長は医師会に後任選出を要請し、苦情対応の改善を提案しています。名古屋の医療センターで、ズマ症候群を見落とした医療カゴにより高校生が死亡した。研修医が急性胃腸炎と誤診し、帰宅させたことが原因。院側は重症度を見誤ったと謝罪し、遺族との和解に向け協議を進めている。